はい、ナマステ。このビデオは第3週の4本目のビデオになりますね。はい、4の D っていう名前、いや、3の D っていう名前だと思います。はい、でね、これは、今週はその評価の、ことについて話をしていますけど、例えばね、こういうふうにそのバイク用の地図を書店、本屋さんで、購入することができる。これがね、これをどういうふうに評価すればいいかっていうのがちょっとわかんない時がありますね。はい。で、それをですね、これが大きすぎてどういうふうに評価すればわからない時は、それを小さく分ければいいです。小さく分けると、それを評価しやすくなります。例えば本屋さんの中に行って、地図のある場所を見つけることができるかどうか。まず最初に地図のある場所を見つけることがどうかっていうことですね。はい。で、その地図を、ある場所を見つけることができたら、その場所で、いろんな地図がありますよね。いろんな地図があるので、そのツーリングする地方の地図を見つけることができるかどうか。はい。例えば日本だったら北海道の地図とか、九州の地図とかいろいろありますよね。だから行きたい地方の地図を見つけることができるかどうか。そして地図を見つけて、もしね、お金持ちだったら3番はもう全然教えなくていいです。値段を知ることができるかどうか。これはとてもお金持ちでも地図の値段ぐらいいくらでもいいですよ。別に安くても高くても買いますよっていう、そういう人は3番は、教えなくていいので、ですからテストをする必要もないですね。はい。で、最後に、自分の行きたい地方の地図を見つけて、それをレジに持って行って、お金を払うことができるかどうか。つまりそこで、お店の人と日本語で話して、現金を払ったり、クレジットカードを払ったりね、それができるかどうか。こういうふうに分けていけば、バイク用の地図を書店で購入することができるかどうか、それが判断することができると思います。評価、試験をすることができると思いますね。はい。で、これをね、もうちょっと少し、分けてみましょう。例えばね、その本屋の中で地図のある場所を見つけることができるかどうか、これをテストするには、昔です。昔はこういうテストでした。こういう言葉をね、英語で書いてくださいというかいうのがありましたね。でも今の場合は、行動中心アプローチの場合は、地図だけ分かればいいんですよね。児童書とか雑誌とかコミックとか、これが全然分からなくても、2番の地図だけ、読むことができて、読むっていうか、その意味だけ分かれば、そしたらそれを買うことができます。買うことができるっていうか、その地図を売っている場所に行くことができますね。なので、行動中心アプローチでは、こういうふうに、あなたは地図を探しています。どこに行けば、どのセクションに行けば、それを見つけることができますかっていう、ロールカードのような形で書いてあって、で、この中にある、この中から、地図という言葉を選ぶっていう、そういう感じですね。2番を選ぶことができればいいです。はい。ただね、これもちょっとね、やっぱりね、こうやってロールカードに書いてあるのと、実際の本屋さんで見るのでは全然違うんですよね。だから、もっといい方法、特にオーセンシティってありましたよね。オーセンティシティでしたっけ？本物らしさ。本物らしさ。本物らしさを大切に、神聖性とも言いました。神聖性とか本物らしさね。それを大切にする場合は、実際の本屋さんの中で写真を撮らせてもらって、それで本屋さんの壁の上の方とかに書いてありますよね。そのセクションの名前がね。その写真を撮って、それを見せて、どこに行ったら、地図を買うことができますかっていうふうに質問するのがもっといいとは思います。はい。じゃあね、実際にこのツーリングする地方の地図を見つけることができる。これもね、もちろん本当にいいのは、本屋さんの、棚みたいにいっぱいあって、で、その中から一つを選ぶことができればいいんですけどね、行きたい地方のね。例えば東北地方に行きたいんだったら、これを選ぶことができればいいわけです。なので、その場合も、この他のものは全部、読めなくても全然関係ない、
必要、教える必要もないわけですね。はい。これ、東北に行きたいんだったら、これだけ、選ぶことができれば、あとは構いません。で、その時も、東北っていうふうに、それをひらがなで書けるかどうかとか、そういうことは全然質問する必要もないです。ただ、選べるかどうかです。あなたは東北に行きたいです。東北の地図を選ぶことができますかっていう感じで、これを選ぶことができれば全然関係ない。他のことは読み方がわからなくてもいいし、手で書ける必要も全くないです。それからこれをその、発音がね、わかる必要も全然ないですね。はい。はい、それから地図の値段を知ることができるっていうのがありました。これさっきも言いましたけど、お金持ちで全然もう地図くらいだったらいくらでも買いますっていう人はこれも教える必要がないです。教える必要がないので、評価、試験のことを考える必要もないですね。だけど、そういう、まあそんなにお金持ちじゃなくて、やっぱり値段を見ないと買うか買わないか決められない。そういう人の場合は、もちろんこの値段を知ることはとても大切ですね。ですから、それも試験にしなければいけません。地図の値段を知ることができるかどうか。はい。で、例えばね、ここに2つの、地図があるんですけど、それぞれいくらか、そして、どっちの方が安いか、ということが質問されていますね。で、ここは、ここに書いてありますけど、1980円って書いてあって、ここは1100円って書いてありますね。はい。で、この、これを比べて、どっちが安いか、安い方を選ぶことができればいいわけです。はい。で、この場合も、これは1100っていうふうに、発音できなくても全然構いません。これも1980っていうふうに発音できなくても全然構いませんね。安い方を選ぶ。まあ、つまり、これが値段。こうやっていっぱいいろんな字がある中で、ここに値段がある。これもね、いっぱい字がある中で、ここに値段がある。そして、どちらが安いか、それがわかる。で、安い方を選ぶことができる。それができれば、この試験には合格ということになります。はい、じゃあ、ロールカードについては、この次のビデオで、またお話ししたいと思います。はい。